はい、おまっとさんでございました。新しい始まり方ちょっと待って、よろしくお願いいたします。新しい始まり方言っといてな、ね、おまっとさんでございました。おまっとさんでございました。俺はなんて言ったらよかった。え、俺はなんて言ったらよかった。そうでございます。あ、じゃあもう一回やって、はい、おまっとさんでございました。そうでござんす。あ、いいですね。ということでございまして、はいはい、今いつですか。あ、もう明日から6月ですよ。早いね。はいですよ、6月か。ちなみになんですけど、うん、5月、あ、ごめんなさい、向こう行きましょう。5月、うん、何回漫才したと、したと思います。5月の回数、ちょっと数えたんですよ。ほう。一応4月は12回か13回ぐらい。うん。うん、20ぐらい。25です。あ、25。はい。やったね。やりましたよ。本当に。もっとやりたいね。なんかでもど、まあ、多いんか少ないかちょっと分かんないですけども。まあ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 、うん、でも過去最多ですもちろん。うん、うん、ありがたいね。いや、ほんまに回数こんだけ あったんやなと思って。ってなった場合にマジで NHK 撮りたかったなマジで撮りたかった NHK。 これがね、これがそのなんかそのお金のこと言いたないけどさはいはい、はい、まあ、そういうのあるやん。結局そこですよね。 お単価ってあるやんこれ今の単価で25回と、はいはい、こう上がって25回、全然ちゃうからね、うん、なんかね、ほんまにだって始まる前の、うん、ほんまに1週間、うん、もうあと1週間で本番みたいな時もうよう言われてたもんね。ほんまに何優勝したらもう、いや、めっちゃ言われた。もうこれがめっちゃ言われた、うん、もう全然違うからっつって、うん、あとそのヘンダーソンの小安さんに、うんうん、取らぬマジ意味ないからなっていうそうやな、マイスイの花谷さんとか、うん、あ、それこそスナッキンズのボディにも言われたな、うん、いや、マジそうやねんな、うん、意味ないねんな。そうですよ、意味ないわけじゃないけども、いや、その、うん、全然意味ないことはないねんけど、うんうんうん、その如実に、うんうん、なんていうのね、呼吸しやすくなるというか、その数字に出るやん、うん、分かりやすく、そうそうそう、その評価みたいなことって、うん、結局見えへんから。そうね、うん、だからそこをって考えたら、タクロめっちゃかわいそうやなって。そうやな、めっちゃ思うよな。で、2位何回か取ってんやろ。そう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 、多分 YTV とかでも、うん、多分でずっと準優勝やねん。そうそうそうしんどいよ、そのたんびにネタ消費するし、やる気なくなるな、うん、って考えたらもうほんま、行くときは行く。そうやな、もう一撃で取ってまわな。そう、無理やな。だからミルクさんとかがもう一番理想の。そうやな、うん、なんかグーグーグーって溜めてってほんでバーって跳ね上がってみたいな。そうそうそう、感じやな。駆け抜け方、はい、まあね、はい、いろいろあるよ、頑張ろうそればっかり言ってるな、その頑張ろうみたいなまあやることはね変わらないんで、正直な話言うと。はい、もっと、うん、でもさ、その、うん、なんかやりだした頃、うん、芸人をやりだした頃、うん、例えばそのライブ出るみたいな、はいはいはい、インディーズライブ出るみたいな、はい、その1回出るだけで、うん、むっちゃ緊張してたし、うん、その1回出るっていうのがさ、めっちゃでかいことじゃなかった。そうやね、それこそ月に2回とか3回ぐらいの話やん。もうそうそう、でその1回、そのなんかライブ、夜のライブの2分だけとか、うん、3分だけのためにずっと毎日練習してみたいな。そうそう、でそれにかけててみたいな1ヶ月しっかり考えてしっかり滑るときあるもんな。そう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 、ほんで、うん、行ってみたいな、あかんかったみたいな、うん、だからそのなんか今考えたら、その1日に4発とか、まあまあ今なんか普通にはなってるけど、だからやっぱな、俺最初だからさ、うん、初めて2ステとか、はい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 、3ステとかやった時、うんうん、無理やわとか思ったもん
そうしんどみたいな、うん、そう緊張もするしさ、うんうん、でもやっぱ慣れるねんな人間って。またなその、まあ、悪い話、慣れたら次ちょっとなんやろ間の時間どれぐらいあんねんっていう調べ出すやん、ほんで そこやねんそこになんねん。そうそう、そしたらその間何するかみたいな。まあでもこの間ラジオで喋ったけど、うん、だから3時間ぐらい空くとかな。はい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 、まあまあでもありがたいことなんでね。そうですね、引き続き、はい、頑張っていこう。頑張っていきましょうか。頑張っていきましょうね。夏が始まってまた切り替えてやっていきよう。次またあれでしょ、秋、うん、秋にまた NHK あるんでしょ、うん、これはこれでまたプレッシャーかかるよまた。あ、そう、うん、それはいやだってそれはもうそれで別やん。まあ別っちゃ別やけど、で全国やしさなんか全然違う感じやな。いやでもまた待ってますねみたいな、うん、お前ら次第じゃんNHK の人らも通すか通さんかはあんたら次第やね。ねえ、だからそのちゃんと頑張ってってことやもんな、うん、そう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 。でもそのまあそれが秋か、うん、でまあ大きい流れで言うとまあ夏、ネタないってまあまた小さい中からまた、うん、うん、でプラス6月あるでしょ、なんかまた移動があるかもしれないみたいな。え、どういうこと。あの人事でその会社のね、ああマネージャー陣がってこと。そう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 、また動く可能性ありますよ6月。え、海福くん終わり。いや、こればっかりはちょっと分かんないですけども、の可能性があるみたいな。分かんないですけどって言ってたわそう、なんかね本当に別に悪口じゃないけども、あのそうなるんやったらあの事前に言ってほしい。なんかこのグループラインで知るんがすごく嫌なんや、そのある日突然だ。ある日突然言われんやろ。そう、そのマネージャー陣も、まあ、ある日何ヶ月前とかじゃないらしいで。だって前なんか中村くんに聞いた時、うん、マジで俺らが知った3日前に急に言われたとか。あ、そんなレベルやねんで彼らも。いやだから急になんかその人が入ったりするそのグループラインにさ、知らん人な。そう、知らん人がパッと入った瞬間に、あ、そういうことかみたいな。そうやな、そう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 。だからしゃあないんやろもうそれは。まあしゃあないっちゃしゃあないけどな、うん、だってねえ今今これって2人に見てもらってんの。見てもらってるというかそのチーフマネージャーがおって、うん、で海福くんやんか、うんうん、でチーフマネージャーはだから田中さん、うん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 、田中さん組やねん。田中さん、俺らだから田中班。そう、田中さん一家の回復組やねん。わかる。田中一派の回復組。そう、田中組の回復チーム、うん、あの一家やねん。だから三家やん。だからその親が、うん、あれやん、株式会社田中があって部署が回復って。そう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 、そうだから3回やねん。だから田中からまた派生してまた違う。だから田中組にいっぱいおんねん。ヤクザと一緒やん。言うなさんの例えでそれを言うなよ。一緒一緒、そういうこと。そうか、そういうことか。そうそう、田中一家の回復組の、うん、メンバーでみたいな、うん、だからいっぱいおんのよそれ。なんとか組、なんとか組がチームなんとかがいっぱいおんねん。だってその期限がさもう分かってなくて、そのいつからそんな田中っていう人が来たのかっていうのも、うん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 、え、なんかここみたいな。じゃあもともとおったんや。じゃあもともとおったんか。もともとずっとおったけど出てきてなかっただけやねん。そんな俺らがただそこまで見えてなかっただけか。本家の、うん、本家の幹部なんか知らんのと一緒や本家とか言うなって。だから知らんのと一緒。そういうことか。そうそう、ずっとおんねん。そういうことか。俺らがかん、まあ、見てなかっただけ、その上を見てなかっただけの話か。そう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 、ずっと見られてたのは見られてた。見られてたのは見られてた。あ、だから最近ちょっとお眼鏡にかかったっていうだけ。はい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 。あ、今やっとこう、そう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 、打点がいきましたよ。そう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 、そういうことないね。そういうことだよ。あ、まあね、それこそチーフも変わる可能性あるでしょまたまあもう
ともう全員集まってほしい。そういう時なんかもう大々的に発表してほしい。みんな集めて面倒いって忙しいやろうけど誰がしたいんそれ忙しいやろうけど心づもりが欲しいのやっぱり。そんなにあれ気になる。だって前がさあれ誰々さんはって言ったら何言ってるの、もうおらへんやんその人っていうやり取りやったやん。ちょっと前の前の前の、ああなるほどね。そう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 、その時にそうえってなってね、いつの間にって。なるほど、うん、じゃあそんなんもあったから。そういうことね。そう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 、理由ね。うん、で俺は結構芸人から聞いてるからさ、あ全然知ってたけどみたいな。うん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 、まあそれはね、うん、まあそれはそれでは私も悪いですけど、なんかそこのなんか情報みたいなのをやっぱ、うん、キャッチしといた方がいいか。いいよなそれはね、その心づもり。そうそう、知っといた方がいいよな。構えれるからそこは。まあでも会社やからしょうがないよなしょうがないよな。いやしょうがないねんけど、会社やからこそのこの情報伝達組織はいるやん、やっぱりこの。だからそのあるマネージャーが、うん、急にいなくなっちゃったから、うん、だからバイト飛んだんと一緒やん。そうそうね、うん、もうバタバタってするやん、うん、バタバタ今日出勤誰みたいな、はい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 、飲食店とかでさ、うんうんうん、みたいなことやからさ、うん、そらとりあえず今この穴をどう埋めるかになるもんな。まあね、まあ、そこはねもう難しいとこよな。言うてられへんね。言うてられへん、そんなんもうでもおらんやつの話してもしゃあないみたいなそのもう会社は動かさなあかんからっていう。そういうことです。わかりました。難しいとこやけど、はい、まあ、でお前いつか、うん、回復くんが、うん、いなくなった時に傷なんか寂しくならんように。もう一周する時もあるもんね絶対ね。こうそうそうそう、ずっとやってたらね。中村くん長かったよな。長かった、まあ、そこはそこでまた違う部署からまたお仕事いただける可能性ある。そうやな、うん、まあ、なのでだからどうなるかは全然分からんもんな、うん、え6月がなんかそういう一番やりやすい時期らしい、うん、言っていいんかその6月とか、まあ、いいんか別に関係ないか、まあまあ、やれへん可能性もあるし。そういうことや。そう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 。ということで今日は以上でございます。ありがとうございました。社会って難しいね。難しいね。